相続登記を司法書士に依頼する方法。この動画、記事はこんな方におすすめ。不動産を相続する方、相続登記について詳しく知りたい方。ポイント1、手続きを自分でやる場合、戸籍謄本や関係書類の収集が必要。2、司法書士に依頼すると5から15万円程度の専門家報酬がかかる。相続登記を自分でする場合、戸籍謄本などの必要書類を自分で集めなければなりません。相続登記は直接窓口で申請するか、郵送もしくはオンラインで申請できます。相続登記は司法書士に依頼することができます。専門家にお願いすることで作業の大半を行ってくれますが、専門家報酬がかかります。相続の実績が豊富で話を聞いてくれる司法書士を選びましょう。相続費用見積もりガイド。